Hello. フィギュアスケート TV でもおなじみの2人になりました深瀬立野組の演技です。特にこういったスピンで感じられますけれども、八木沼さん、やはり一体感では年々、そして日に日に強まってますよね。そうですね、スピンのポジションも綺麗でしたね、はい、回転も良かったと思います。ステップですが、何かこう見ていてすごくこう柔らかいタッチといいますか、静かにブレードを下ろしているように見えるんですけれども、そうですね、とても丁寧ですよね。二人ともに笑顔です。直投のところも難しそうでしたけれどもね、綺麗に合っていました。そしてリフトです。おっと、少しつまずいてしまいました。空中までは良かったんですけれどもね。さあ、この後ツイズルです。ちょっと縦の選手がぐらついてしまいましたかね、こちらのストレートラインリフト、綺麗なポジションですね。ステップです。このステップいかがですか。綺麗にまとまってていいと思います。後半に入ってもスピードをそのまま維持したまま綺麗にステップを踏んでますね。はい、本当にスピードは感じますね。表情もいいですね。そして最後のリフトに入っていきます。今シーズンがシニアデビューになりました深瀬理香子、縦野歩組の演技でした。ちょっと緊張もあったかもしれませんけれども ね、まだシーズン序盤です。ハロードーリーというプログラムです。私的には昨日より思いっきり滑れたから結構自分的には満足してますかね。そうですね、ちょっと自分のミスが目立ったので納得はいってないんですけど、まあ、最初一番シーズン初め の国際大会なので、まあ、いい経験にはなったかなと思います。うん、このシーズンからシニアですよね。そうです、はい、どうですかそのシニアの意気込みっていうのは。意気込みとしては別に何だろうな、意気込み、一番、ね、今年からシニアってことで別に失うものもないのでとにかく自分たちの今できること、その時にできる
全力を出せればなっていうのは思ってます、うん、今はやっぱりシニア初めてなのでやっぱりしっかりと自分たちが今どのレベルなのかっていうことをしっかり知りたいっていう面でもその自分たち の、うん、できることを全部出すっていうのを一つ一つの大会で意識はしていきたいですね。今シーズンお二人の中で決めてる目標設定みたいなのって何かあります？何かその どの大会に出たいっていう目標とかはないんですけどやっぱりシニアの大会だとやっぱり技術面だとか、うん、表現の面でやっぱり採点が厳しくはなると思うので、うん、ジュニアの点数をしっかりシニアの大会で超えられるようにっていうのを思ってます、うん。